はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。いや皆さん聞いてください。以前の動画で僕アイコンを変えるって言ったじゃないですか。まあ人物像に変えるって言ったと思うんですけど、その人物像がねなかなか思い浮かばなくて、まあいいデザインっていうのかな、どんなんがいいだろうって思うんですけど、まあピオキングっぽい人物像って言ったらどんなのっていう、まあ皆さんもねつかみにくいとは思うんですが、僕のことをね。よし、そっちに投げてくれたのはラッキーだな。オッケーで、このまま上に行くとなんもないな一人でアイテムを頑張って取ってるピオキング。よし、オッケー、よかった、取っててよかったわ。で、このままジャック、オッケー。これはどっちに行こう、真ん中、真ん中、もういい、一番左でいいや。これどこに行くんだ、なるほど、どれでもよかったのかこれどれでもよかったんじゃん。よし、これはどうしよう、あ、これ上に行かなきゃいけないのね。オッケー、あー届かねえ。よし、このまんま待っておこうか。よし、待って、キノピオ邪魔しないでくれ。で、ジャンプ、あははこれ難しいな、これ待っておいた方がいい。もうよし、このアームに乗って待っておきましょう。オッケー、そして次は、次はこの緑のツタだなと思ったけど、葉っぱが、葉っぱが欲しい。アイテムに目をくらむピオキング。あー待って、危ねえ。よし、なんで掴まれないの、勢い良すぎたか。よし、おー、ちょっと待って、これ待って、マジでビビったあのノコノコにマジでビビった。ジャンプ、オッケー。そして、うそーん、せっかく取ったやつやん、せっかく取ったやつやん。これ走っていくのかな、待って、邪魔しないで、邪魔しないでくれ。で、このままジャンプ、オッケー。で、飛んでいくと、そこには何があると思ったらツタか。よし、で、オッケー、ナイス。これ上に上がるやつ、この上がりいいね、上に上がるやつ来ないぞ。よし、オッケー。やばい、これはこれはちょっといや、そうなるよね。まあこれはだいぶ差をつけられた気がする。このコースの僕はねもうダメダメでしたね。いや、アイコンを作るのって意外とですね悩むんですよ。目の色、髪の色、服装とかですね、あとポーズっていうのかな、どんな感じの、まあ見た目、まあ笑ってるとか、まあ泣いてるアイコンとかはねしないですけどねまあそういうなんていうの、ポーズっていうか、まあ見た目どんなんかね、めっちゃ悩むんですよね。まあその悩んでる期間がまた楽しいっていうか、まあそんな感じのはありますけど、待ってくれキノピコ、そんなんしないでくれ。これなんかさ短いイメージない、このコース。よーし、オッケー、やった、よーし、オッケー、いいね。で、このまま渡っていく。これめっちゃチャンスじゃない、俺思ったんだけど、これめっちゃチャンスじゃない。よし、で、このまんま、え、嘘、どうしよう、どうしよう。で、渡っていく。で、これもこっちに渡っていこうか。で、このまんま、よし、そしてこれはどうしよう、こうでいいか、もうこうでいくしかないのか。嘘、なんもないっていうことは違うところにゴールがあるのかな。ルイージのあそこめっちゃ怪しくない？これ上から行けないの？行けないな。え、ルイージどっから行った？もしかしてこっちに入ってって、こっち違うっぽいんですよね。いや、あそこにある土管か、なるほど、ここだったのか。さっきからアイコンの話ばっかしててごめんなさいね。ちょっとマリオメーカー2に集中しますか。それじゃあ続きをねどんどんやっていきましょう。で、これはどうしようか。一応なんかさ、これ上から行った方がいいっぽいよね、これ。よし、で、どうしよう、これが逆に正解みたいな、そんなことはないな、やっぱりないな。ちょっとみんなと違うことをやってみたかっただけなんだけど、これはどうしよう、危ねえ。よし、で、このバネに乗っていく。おお、これは危険だ、これは危険だ、とても。
よし、で最初に行きたいな、最初に行きたい、やばよし、オッケー、最初じゃないけどこれやばい、気をつけなきゃ気をつけなきゃ、やられてしまう、やられてしまう、うおー危ねえ、よし、オッケー、でどうしよう、これはよし、ドスに乗って上に上がっていくのが正解と、でジャンプ、あぶねえ、一応こっち行ってみる、なんか右行かれてるからこの透明度感に入るのが正解っていうことはありえそう、見てほらここ怪しくない、めっちゃ怪しくない、ここ、え待って、危ない、危ない、ここリップドロップしよう、おりゃー食らえ、遅い、危ないよし、このまま右に行くか、で、上は無理だな、そっか、右に、くっそー負けた、結構惜しいところまでね、行ったと思ったんですけどね、最近負けやばくない、いや、マジで、本当に、いや、マジでやばくない、ちょっとどうにかしなきゃいけないな、多分ね、やり方が悪いと思うんですよね、正直ね、そんなに上手くないっていうことは一番の原因だと思うんですけど、マリオメーカー2のみんなでバトルは勝つ方法よりね、負けない方法をちょっとね探していきたいと思います、きっとね、みんなやってることをしていけば いいと思うんですよ、そう、このアイテムをまず取らないみたいな、アイテムを取らずにさっさと行くみたいな、そしてあー待って、あはやった、そして落ち着いていくこと、これがね第一前提ね、待ってこれ危ない危ない危ない、よしでこのまま右に渡ると、オッケーオッケーオッケー、で危ないでこのままキノコはいらない、クソアイテムに釣られた、なんて俺今キノコ取ろうとしたんだろう、絶対いらないでしょキノコ、上から行った方がいいのかな、これ上から行けないもんな、でみんな消えたみんな消えた、大丈夫かこれで、ジャンプして渡っていく、よかったキノコ取っとって、よしでこのまま右に行く、みんな待って、危ない危ない危ない、ハンマーブロス危ない、やめてくれ、よし、そして中間ポイントゲッター、でこのキノコ取っていこうか、で左でいいのかな、よかったマジでキノコ、キノコ必須やね、よし、マリオ俺は怖くないのか、ちょっと待ってくれ待ってくれこれ左って書いてるもんね、左に行ってみよっか、みんなさまよってんな、うっ、着実にね、着実にレートを下げ続けるピオキングいやーこれやばいな、レートは下がってもまあその分戦うレートの人たちっていうのかなが落ちるから、まあ全然いいんですけど、僕のねレベルに今ぴったりなところにやっぱ行きたいんですよ、別にそれが S プラスじゃなくても、まあ A 帯でも S でも何でもいいから、僕が今ねいるそのレベルのところに行きたいよね、 S プラスにはね僕にはまだ早いってことがもう判明しました、まあこれはね別にね最初死んでも問題ないと思うんですよね、あ、歩兵でブンブンを倒さなきゃいけないのね、面白い、ここそういうことができるのかもうひっちゃんがっちゃマジでもうぐっちゃぐちゃ、もう本当にやめて、もまだ倒してないのか、すっごい落としたよねブンブン、ぐわーみたいな、この辺に追っておく、誰倒したので、ヒップドロップをする、オッケー、よし、これはやった見てこれ完全に運、もう運でも何でもいいや、勝てたらもう運でも何でもいいよね実際、まあ、やってる方は分かると思うけど、運でもね何でも勝てたら実際嬉しいんですよ、特にね最近の僕は負けがめちゃくちゃ多いから、もう一回勝つごとによっしゃーみたいな、よっしゃーみたいな感じでガッツポーズ決めてるもんね、もうこの今マイクの前でコントローラー持ってちゃんと実況してるんですけど、勝った時ねもうコントローラーたまにねポイって投げてよっしゃーみたいな
そんな時があるんですよ。みんなでバトル向け連打力が試される、なんとかなんとか。よし来た。この前もさ、連打力の試されるステージっていうのがありましたよね。そのリベンジを僕はやっていきたいと思います。それじゃあ始めていきましょう。待って、ああいう人いるよね。あのキノピオ見て、これ後ろ行ったらマジで最悪なやつじゃんこれ。待って、来ないで、マジでキノピオ。よかった。それじゃあ、あのメットが、あ、頑張りましょう。俺も頑張りましょう。送っとこ。あ、違う、ありがとうなった。よし、オッケー。連打だろ、連打でしょ。これはなんだこの連打は。どうすればいい、どうすればいい。え、俺どれ、あ、待って、俺一番右見てた。やばい、すごいハンディをやってしまった。うわ、俺めっちゃキノピオ見てたわ。何やってんだろう、もう。もうこういうキャラ間違いが一番ないわ。で、今度はルイージか。でもさ、すごくない？ほら、もう2位でしょ。さっきまで多分トベだったでしょ、きっと。で、このままジャンプしていく、ジャンプしていく、オッケー。で、次はこれか、オッケー。ほらー。よし。え、あ、下もね、オッケーオッケー。で、このままジャンプ。あのキノピオにはね、マジで負けそうだけど、慎重に行きます。よし、失敗しないように行こう。失敗しないようにね。よし、オッケー。よし、オッケー。やばい、キノピオ早いな、マジで早い。よし、で、次は、なるほど、次はステージを降りていくって感じか。それじゃあ降りていきましょう。で、このメーターをかぶると、そしてどうすればいいんだこれは。そしてやり方がわかんない。え、待って、上に行けばいいのかこれ。上に行ってまた戻るみたいな、多分キノピオがそうしてるからそれでいいと思うんですけど。よし、よし、オッケー。で、ジャンプ。よし、戻ろう。あ、この土管に入るのね。で、優しい、めっちゃ優しい。待って、俺ゴールしないから。あ、え、これちょっとやばくない？え、これちょっとやばくない、これちょっとやばくない。こうするしかない。あ、よし、キノピオ様、待ってくれ。みんながね、来るまで俺も待っておきます。ありがとうキノピオ。待って、マリオ来れてないし。マリオマジで来れてないし。大丈夫、みんな来れるかな。いや、マジで、おお、来た、あとマリオだけなんですよね。待てよマリオ、俺は絶対マリオが来るまで。やった、来た。あ、待って、遅い、ちょっと待って。え、マリオ大丈夫？よかった。ピオキング最近負け多くないって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、いや別にね、編集で勝ちのとこだけを切り取っていっぱい勝った動画っていうのは作れるんですよ。いや、そうじゃなくて、僕はね、リアルの僕を見てほしくて、まあ、負ける動画も勝つ動画も、まあ、僕の実力もこんなもんだぜっていうね。っていうか、一番上じゃんこれ、冷凍。いや、一番レベル上だったよね今。これは負けられないな。さっきも言ったけど、まあ、リアルだね、僕を見てほしいんですよ。まあ、負ける動画もね、勝つ動画も全部含めてですね。よし、それじゃあやっていくか。よし、キノコを取って、ファイヤーボールも取ってく。これはやばいな、これは先に行った方が負け。よし、よし、オッケー。待って、どうしよう、これどうしよう、これマジでどうしよう。あー、やっぱそうなるじゃん、そんなことしたらそうなるじゃん。もうこれはジャンプして分かってく。やったよっしゃ。今までレートのことをめっちゃ気にしてみんなでバトルをやってたんですけど、まあ、そういうことをね、もう全く気にしないで、もう全く気にしないで、最近ね、このみんなでバトルをやってるとすごく気持ちが楽になったっていうか、うん、なんかめちゃくちゃ楽しいんですよね。
前からね、みんなでバトルはすごく楽しいんですけど、もっと楽になったっていうか、早くね、皆さんに S プラスの姿をですね、お届けしなくちゃいけないっていうプレッシャーがね、もうなくなって、いや別に見たくねえしみたいな、いるかもしれないけど、そんな方ね、いるかもしれないですけど、僕は思ってたんですよ。ちゃんと S プラスにね、なれるとこを見せなきゃなって。ピオキングさん S プラスにずっとならないでいいよみたいなコメントもあるけど、そんなコメントでもね打ってくれるだけありがとうございます。それじゃあラストバトルやっていきますか。なんでさ、マリオとルイージとキノピオがそこら辺のレートなのに、なんであんなキノピコ6000超え来るかな。絶対あの人勝つと思わない。よっぽどね、変なコースじゃない限り、絶対あのキノピコ、もう動きがおかしいもん、もう動きがおかしいもん、もうほら見て、ほらバカめ、あ、うまっ、取り方うまっ、どうしようどうしよう、まあ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 いいや、キノピコの邪魔をしてやろう、思いっきり邪魔をしてやるか。あそこにゴールがある、うっそー、これやっぱほら見てもうほんとこれやだ。え、ルイージも言ってたの？いや、こんなんじゃ終わらねえ。最近の僕のこのみんなでバトルはちょっとね、負けが多すぎて、皆さんに申し訳なく思ってます。アンコールっていう形でこれをラストバトルにしたいと思います。まあ僕自身がやりたいだけなんですけど、でさっきのコースはちょっと煮えきれなかったっていうか、まあそんな感じがしたから、これでラストバトルにしていこうぜ。よし、オッケーで、ジャンプ、オッケー、マリオついてきてくれるな、ちゃんとマリオ、ナイス、待って、キノピオマリオはやばい、しびれを切らしたら、あいつ下手くそじゃねみたいな、あいつ下手くそじゃねみたいな俺が行った方が早いしみたいな、バカめマリオ、俺から逃げたからやられちゃうんだ。よし、でここでキノコを取っていこっか。結構チョロプーがいるから危ないんですよね。よし、でこのまま走ってく。キノピオ落ちないかなキノピオ落ちないな。よし、このまま走ってこっか。で、この土管に入る。そしてこれは右かな。で、ジャンプ。おお、もうちょっとじゃんもうちょっとや。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。いや、皆さんはまた今日もピオキングレート下がってんじゃんみたいな思ってるかもしれない。そうなんですよ、まあそれでいいんですよ何がいいかわかんないけど、もうレートとかマジでもうどうでもいいんですよ。だからもうね、皆さんもね、もうピオキングね、レート下がってるとかそんなんはもう考えなくていい、考えなくていいですから、一緒にね、このみんなでバトルの動画を楽しんでください。それじゃあまたね。